や神川と渋川の合流点にが川と鶴見川の合流点水量計測装置。や神川は神奈川県川崎市の西南部を流れる一級河川。鶴見川水系の支流である。神奈川県川崎市宮前区水区に源を発し、南東に流れ、川崎市幸区南河瀬と横浜市港北区日吉の境界から鶴見川に合流する。や川はその源を 玉丘陵に位置する宮前区水沢から発した後、東名高速道路付近から下末吉田市を改札して、ほぼ東南東に流下、川崎市高津区の川付近の五反田橋手前で、南側から来た有馬川を合わせ、四国地で玉川定地に入り、以後、下末吉田市北園を南東に流れ、川崎市幸区八神で、慶応義塾大学理工学部の乗る八神台の縁を、 回り込むように90度近く向きを南に変え、矢神台と河瀬山の間を抜けて、高野大橋で鶴見川に合流する。河瀬山より南の川崎市幸区南河瀬付近から高野大橋までは、矢神川の全皇帝中最も屈曲が激しかったことが、明治時代や大正時代の地形図で明らかであり、三日月子の存在も見て取れる。最終表記最寒冷期に、 河川は深く下国したが、この時の八神川は、ボーリング実質調査などから、四牧地で小玉川と合流していたと推定される。したがって、現在のように、八神で玉川定地を離れ、鶴見川支流となったのは、地質年代では、比較的最近の縄文海進が、解体に入り陸化した、縄文時代後期以降のこととされる。八神橋南の南河瀬と日吉五丁目。 六丁目は土手に柵がなく、開放的になっている。その後、八衛橋を、幸行区と日吉方面を結ぶ道路の一本橋を、過ぎると、加瀬環境センターの脇を通る。その先のや上川橋を過ぎると、高野大橋付近で鶴見川に合流する。源流付近から川の両側もしくは片側に道路があり、車両通行下で一方通行の箇所が多く、 道幅の減少や増加が激しい。川崎市中原区、木月付近の新八神橋を少し過ぎると、車両通行止めやバイク、自転車乗り入れ禁止となり、舗装されていない砂利道が主流となり、遊歩道がほとんどになる。鶴見川と合流すると鶴見川の遊歩道と接続する。水位観測所が八神橋付近に設置されている。ありがとうございます。